とりあえずシーズン終わりましたけども、お二人ともお疲れ様でございました。シーズンの最後にですね、鶴戸沖縄というビッグレースでチームは出場したんですけども、ちょっとそちらの様子からですね聞かせていただけたらと思いますんで、まず沖縄はどういうメンバーで行かれましたでしょうか。はい、メンバーは、僕とフラビオ選手と、若杉選手、あと、西澤選手と大中選手の5名で出場いたしました。まあ、今回小渡選手が監督役ということで、普段選手としての目線と違って監督目線で、今日はちょっと語っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずはその鶴戸沖縄ですけども、ちょっと今回画像の方がちょっと用意できませんでしたんで、急遽ちょっとグダグダになりますけども、何日、11月9日から、沖縄県、名護市で、開催されました鶴戸沖縄ですけども、山下選手、レースの展開をお願いできますでしょうか。そうですね、まず最初に作戦としては、横山 GM からもう自分の走りに集中してやってくれということだったんで、もう最後シーズン見て、足がある選手、またない選手だったり、いろいろコンディションも分かってたんで、まずは、西澤、大中選手には、フラビオ選手と僕の、周りにいて、ボトルを取ってきたりとかというアシストをお願いしました。で、若杉選手に関しては、前日にミーティングやったんですけども、JPT のレースで、逃げにチャレンジするっていうことで、なかなかうまくいかなかったと。で、そこで、鶴戸沖縄でなんとか逃げに乗りたいということで、逃げに乗るように動きたいと若杉選手からお願いがあったんで、もうそれは OK ということで、最初のアタック合戦に乗ってなんとか逃げに乗れるようにということで、でフラビオ選手と、僕とで、最後まで走り切って、目標の UCI ポイントをですね獲得するために、今回のレースは8位以内が UCI ポイント獲得の順位だったので、そこを目指して頑張っていこうということでした。で、沖縄のスタートはですね、非常に朝が早くてですね、6時45分だったと思うんですけど、もう7時前にスタートするということで、210キロあるんですけども、なかなか 朝早く起きて、すぐに走って長距離のレースっていうのはなかなかない、沖縄だけなので、そのコンディションを合わせるためにも、前回のね、この奈良スポーヒーローズで、その沖縄全、まあ、電あ話中継電話中ですね。継やらせてもらった時に、もう沖縄入りしとったんですけども、それが良くてですね、うまいこと調子を合わせることができまして、でレースをスタートを迎えることができました。で、最初から、アタック合戦があったんですけども、もうのじゅスタートしても10キロもいかないうちだったんですかね、もう逃げが決まったんですけども、今年は早かった。今年はそうですね、早かったですね。で、もう海岸線のところで決まって、そこに20人ほどの逃げが決まったんで、でその子にうまく若杉選手が入ってくれたんですよね。本当に JPT で何度もチャレンジして、もう失敗ばっかりだったんですけども、最後の最後でしっかりそうやって自分が逃げたいって言って、でそこに入ってくれたんで、本当にその時は嬉しかったんですけども、
ただ冷静に見て考えると、まあ、20人乗ってて、まあ各チームの選手が多数残って入っているといった状況で、まあ、シエルボ1人しか入ってないと、若杉しか入ってないというのが、まあ、かなり危険だったんで、まあ、でももう決まってしまったんで、もうどうしようもすることできないですし、まあ、210キロっていう長いレースでもあるんでね、まあ、落ち着いて走ろうということで、で、そこに入ってない、強いチームが一つありまして、チーム強が入れてなかったんです、ね、はいはいはい、5人とももう集団に残っちゃってたんで、でもう前を引き始めて当然ながら、はいはい、で前もその情報入ってたと思うんで、もうペースも落とさずにずっとハイペースのまま行って、でもうチーム強も諦めちゃって、はい、まあ一旦はあの福川ダム入るまでは落ち着くと、はい、はい、いった状況でした。まあ、小渡選手はあのチームカーからですね、その様子見てどうでしたでしょうか。まあ、やっぱりあのチームカーね、運転する立場として逃げに選手乗ってる乗ってないのチームカーのねモチベーションも変わってくると思いますんでね。そうですね、ツールド沖縄はあのワンデーレースなんで、もう抽選で決められた車番のチームカー隊列の番号で、まあ、今回は11番だったんで、まあ、通常だとちょっと遠いかなっていうところで、うん、ただやっぱ逃げに乗ってくれたので、まあ、集団の様子、あの先頭に上がることができるので、若杉選手のところに上がるときに集団の様子も見れますし、その先頭集団での様子、そういうのがきっちり観察できて、ただまあちょっとそのあたりをまあ選手にうまいこと伝えるっていうのがまあ難しいなと思ったんですけど、やっぱり走っている選手の状態を生で見ることができたので、それはすごい、その、まあ、通常の実業団レースだとそれがないんで、そういうサポートカーの重要性っていうのも感じましたね。そうですね、まあ、日本の場合サポートカー入るレースというのはですね、 UCI レースぐらいのもんですから、やっぱその辺のねサポートカーの瞬時の判断いうのね重要になってきますけども、で、まあ、序盤以降中盤の動きは山下選手、そうですね、あの1回目の福川ダムに入る手前で、まあ、これじゃダメだということで、あのチーム右京のホセ選手はじめ数名飛び出してですね、でその中にフラビオ選手があの飛び出してくれたんですけども、その写真があると思うんですけども、まあそうやって逃げに乗ってくれる動きしてくれたんで、だいぶ僕も最後までしっかりと走らなきゃなっていう気持ちにさせてくれたんで、まあ、だいぶいい動きをしてくれました。序盤です、そうですね、それ映ってないですかね、うん、写真ないですかね。まあ本当にあの臨機応変にフラビオ選手は行ってくれたんで、でフラビオ選手が追走に行ったグループが、まあ、先頭に行ってくれたんで、まあ、それであの2回目の福川ダムもまあ落ち着いてあのこなして、で2回目の福川ダムで一度全員吸収されたっていう形になりました。はい、まあ、結構もう本当だったらもうこのメンバーで行っちゃいそうな感じだったんですけども、まあ距離も長いですし、逆に多すぎて多分思惑がいろいろ混ざり合って引く引かないってなって結局ペースも落ちちゃったと思うんですけど、はい、まあそんな感じで、まあ最初は決まるかなと思ったんですけども、まあまた振り出しに戻ったっていうことですね。はい、まあ、その際のチームカーの対応はどういう形で。そうですね、まあその集団がそのまあ、第2回目の深川ダムで2回目の KOM のところで1つになる手前の時は、まあ、大きく3つの集団に分かれてて、最大でまあ2分差ずつぐらいついてたので、結構その集団から集団に移動するのはちょっと時間かかってしまって、そのまあ対応もちょっと遅れるところもあったんですけど、まあその後その2回目の深川ダムで集団後ろから合流して
のを見て、まあ、ただその後合流して一度一回は一つになったんですけど、その後のアップダウンで集団がバラバラになって、そこでちょっとその、まあ、僕らチームカーにはラジオツールといって、その審判車から、レース状況を無線で、伝えてもらうんですけども、そこの情報がちょっとうまいこと整理できなくて、うん、その、各山下選手、フラビオ選手のいる集団が先頭なのか、あ、第2集団なのかっていうところがちょっとはっきり、できなくて、山下選手に少しこう間違った情報を伝えてしまったりとか、補給の対応が遅れてしまったりとかいうところがあって、そこはそのもうちょっと こちら側も情報を整理して、まあ、ちゃんと伝えるというところはもっと、まあ、精度を上げるというか必要だなと思いました。まあ、UCI レースの場合、ね、その辺の情報の整理というのが一番ちょっと難しくて、まあ、チームカーからの指示を、ね、いかに選手に伝えるかというのもこれまた難しいんですけども、まあ、今回あの無線はずっと、まあ、あのラジオツールは流れてたんですね。いや、その、まあ、本来コムワンっていう、まあそのまあ、チームカーの、メインのっていうか、車の無線がちょっと途中で故障したりそういうのもあってちょっと途切れ途切れになってしまった部分があったんで、まあ、もう仕方ないところもあったんですけど、ただまあそのまあ、それでももうちょっとこう、まあ、まあ断片的な情報からでも整理できたかなと思うんですけど、はい、まあ、あの中盤から終盤にかけてですね、あのレース速報とか、まあ、私こっちで見てましてドキドキしてたんですけども、まあ、今回必ずその逃げにはシェルボの選手が乗ってるという状況を作れたというのは非常に良かったと思うんですけど、まあ、中盤以降ですね、まあ、フラビオ選手、山下選手がですね、あのメイン集団で動いて、まあ、終盤に山下選手含む十数名ですかね、残った時は本当速報を見てる、まあ、私一人サポーターの方々もですねドキドキされたと思うんですけど、その辺はどうですか。はい、そうですね、まあ、福川2回目超えてからもうフラビオ選手も力尽きてもう僕一人になっちゃったんで、まあ、ただもう他のチームは複数揃えてましたけど、まあ各チームはあのエースのためにまあ動いてたので、まあそのあたりも冷静に見ながらまあ動いていったというか、あんまり足を使わないようにまあ淡々とペースで、前がまあ行っちゃってもまああのペースで走るっていうことを心がければまあ絶対前に追いつくっていう風に自分を信じて走ってたんですけど、うん、まあ、それがうまくいったのか、最後の、まあ、ダムの 10キロぐらいの手前ですかまで先頭に入れたので、はい、まあ、それの落ち着いてレース展開できたのも今回若杉選手とフラビオの選手の動きが大変良かったので、はい、僕もその時はまあ何とかしなきゃいけないっていう、はい、気持ちになりました。まあ、この最後の十数名には各チームのエース格というのがほとんど入ってたんですね。そうですね、はい、まあ、ブリッツェンは増田選手いましたし、まあ、ブリヂストンは内間選手ですね。で、シマノは入部選手、畑中選手、はい、愛さんの選手がちょっともういなかったかなっていうところでしたけども、うん、はい、まあね、そこに残れたいうことが非常にやっぱりあのチーム その、まあ、PR もありますけども、戦術的に非常に大事だったんじゃないかなと、まあ、あの勝負どころですね、増田選手がこれ単独でアタックですか。そうですね、はい、残り10キロ切ったところの上りが長い上りがあるんですけども、まあ、そこを越えて、まあ、細かいアップダウンがあるんですけども、そこで最初にですね、チーム強の平井選手が飛び出した格好になって、で牽制がかかったところにうまいこと増田選手が一人で飛び出して、で平井選手に追いついて、でそこから平井選手も振り切って一人で独走を開始したっていうところですね、はい、でちょうどその時に僕も追っかけてはいったんですけども、
まあ、それがちょっと良くなくて、あの力を使いすぎて集団から切れてしまって、でそれがもうあだとなって集団に戻れなくなってしまって、もう単独11位のポジションでゴールを目指したというところですね。でもうそこからもう集団には追いつけず、もうそのまま11位でゴールっていう形になりました。まあ、あの残念ながら UCI ポイント圏内の8位はね、ちょっときつかったですけども、まあ、UCI レースで11位という成果はですね、非常に評価できるものだと思いますの で、 で、まあ、海外のチームもたくさん来ている中で、その11位という結果については、そうですね、やっぱり目標だった8位の以内 の、 そのポイント獲得っていう目標に届かなかったんで、はい、まあ、僕としてはもうすごい悔しい思いでいっぱいあったんですけども、まあ、来年のことを見据えて走るっていう考えで走ってもいたの で、 でその中でしっかりと若杉選手がこれまでできなかった逃げに乗るっていうことをまあ達成してくれた。でまたフラビオ選手がまあ途中加入でしたけども臨機応変に対応してくれてレースをしていると。で最後僕も不本意ではありますけど、まあ、11位っていう、あともう少し手が届くようなところまで行けたっていうことは、まあ、来年につながる走りができたんじゃないかと、はい、思います。はい、まあ、レース自体も勝った増田選手が強かったと。そうですね、そうですね、はい、まあ、増田選手はびっくりしましたけど UCI レース初勝利ですね。あ、そうなんですか。まあ、宮田日報でね同僚だったと思いますけども、はい、まあ、この沖縄でレースは終わりましたけども、まあ、9月の北海道以降ですね、チームとしてかなり機能をしだしてきたと、私自身はちょっと考えてるんですけども、まあ、小渡選手、北海道沖縄見てどうでした。そうです、まあ、その、まあ、リザルトや、まあ、形としてできたのは、まあ、山下選手の鶴戸沖縄の11位っていうのが、まあ、一番なんですけども、やっぱりそれにこうつながったっていうのはやっぱり山下選手もおっしゃってたように、そのレースの展開にちゃんと各選手が絡んで、その、まあ、シエルボならっていうチームがちゃんとこう今日はレース狙ってるんだよっていうのを、まあ、集団の他のチーム他のチームの選手や監督、もちろんそのレースを見てくれているファンの方々にこうアピールして、そこからちゃんと最後その沖縄でいうと13名の集団に山下選手が残ると、それでその勝負の形にきっちりなったっていうのはすごい大きな成果かなと思いますね。北海道でもやっぱり逃げの集団に、まあフラビオ選手が乗ったりっていうこともあったんですけど、まあ、そうやってそのレースの展開に絡んで勝負にかかる位置にいるっていう大事なことが、まあ、後半できてきたかなとは思います。まあ、いよいよストーブリーグも本番でございまして、まあ、一応教えることしまして、まあ、来季山下選手筆頭に、まあ、小渡選手がプレイングコーチとなりまして、あとフラビオ選手、若杉選手、大中選手、西澤選手、6選手と契約更改を行いました。まあ、これ以外に来季に向けてちょっと補強は着々と進んでおりますけども、現時点ではちょっとまだご報告できないという状況ですので、1月から早速2015年シーズンですね、合宿を予定してますけども、山下キャプテン、その辺は。そうですね、まあ残ってくれた、西澤選手や若杉選手は、まあ、フルタイムワーカーなので、まあ合宿やるにしても、休日しか参加できない、まあ、そういった部分も踏まえて、しっかりと計画を立てて、シーズン入る3月までにですね、まあ、月に1回合宿を入れてしっかりとみんなで練習して、いいシーズンを迎えられるように、頑張っていきたいと思っています。まあ、小谷選手、プレイングコーチとして今後の展望をお願いできますでしょうか。そうですね、やっぱりその、まあ、ロードレースは戦術がすごい大事になってくると思うので、そのあたりでやっぱりただこうレースを走ってるじゃないよっていうのは、
まあで、まあ、まあまあできてきたところだと思うんで、そこをそのまあ新しく入る選手や、まあ、自分もそうですけど、もっともっとちゃんとその、戦術っていうのを見き、まあ、各自が見極めてチームとしてこう機能していくっていうのを、まあ、選手としてはそういうのをもうお互い共有していく、考え方を共有していくっていうことと、もう一つやっぱり冬場にベースアップ各自のその、フィジカル的な部分をやっぱりきっちり、乗り込んで強化していくっていうのが、まあ、やっぱりそのシーズン通してのレースっていうのに今つながっていくと思うんで、そのあたり、まあ、山下キャプテンと一緒に、トレーニングをうまいことできるように、考えていきたいなと思ってます。まあ、一応来季のまあ加入予定選手として、現時点で5名予定してますけども、まあ、今年、まあ、ちょっとチームの一番弱かった部分ですね、ロードレースだと思うんですけども、山下選手その辺はどうでしょう。うん、そうですね、まあ、僕は全部やと思ってるんですけどまあもちろんそうですけどまあそのそうですね、まあ、明らかに今年は、まあ、準備不足だった選手が多々見られたりとか、まあ、ただ単にレース出場したいっていうだけの選手がすごい多くて、まあ、かなり大変な1年だったんですけども、まあ、プロチームに入るということはどういうことかっていうのを、まあ、シーズン途中から、まあ、キャプテンになりまして、まあ、言いたくもなかったんですけど、まあ、しっかりと伝えていかなきゃいけないということで、まあ、多分うるさいって思われるぐらい僕は、まあ、言って伝えたつもりだったんですよね。まあ、それがまあ伝わった選手が、まあ、今回残留してくれた選手なのかなと思ってますし、またそういった選手は、まあ、来季も絶対もっと強くなって、レースをしっかり走ってくれる、また強くなれるっていう選手だと思うんで、まあ、そういった仲間と一緒に走れるってことは大変嬉しく思いますし、また新規加入の選手も、まあ、横山 GM から聞いておりますけども、本当に来年楽しみな選手ばっかりなんで、まあ、しっかりとやっていけると思うんで、まあ、でもその前にはまずそのオフシーズンの準備っていうのが必要なんで、まあ、チームとしても、まあ、個人としてもしっかりとやっていかないといけないかなというふうに思います。はい、まあ、小谷選手、その来年のチームとしてその目指すべきところというのは具体的に。そうですね、まあ、今年、まあ、今期の目標だった実業団のランキング5位っていうのはちょっと達成できない、まあ、10位だったので、まあ、もちろん、まあ、実業団ランキングでもそうなんですけど、やっぱり、まあ、JPT レースにおいて、まあ、勝つっていうことは個人的にはやっぱり目標にして、でそのための下準備を、まあ、冬場にしていきたいなと思ってます。やっぱりそうですね、実業団での1勝が、まあ、欲しいなと思います。僕も欲しいです僕も欲しいですまあ今年の、はいはい、目標が達成されなかったっていう部分はまあ、冷静に見なきゃいけないかなっていうふうに思うんで、まあ、また目標を決めてそこに達成できるようにしっかりと準備していかなきゃいけないかなっていうふうに、はい、そうですね、まあ、ちょっと MC やりながら GM の立場でいろいろ言いにくい部分もあるんですけどまあ、来季に関しては非常に楽しみな、まあ、総合力のある選手も入ってきますので、また若い選手の底上げという部分では非常に今から楽しみにしてますし、まあ、小谷選手 の、 その、まあ、指導ですね、また、まあ、平坦系の選手も入ってきます。非常に1年通してオールラウンドに楽しみなメンバーが揃ったかなとは思ってますので、まあ、その辺、ね、特に2人にかかる、まあ、プレッシャー、ね、責務は多いと思いますけども、まあ、来季に向けてちょっとチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。まあ、それとちょっとこれはご報告なんですけども、チーム創立以来ですね、
チームを支えてきました運営会社の、川島代表が、11月10日に、他界しまして、まあ、そのためにもですね、なんとか彼に捧げる一生をね、来季はあげてほしいと、本当みんなが願っていることだと思いますんで、まあなんとか頑張りましょう。はい。はい、まあ、最後に一言ずつ。はい。はい。わかりました。1年間応援してくださってありがとうございました。まあ目標には全く達成できないような結果ばっかりで本当に申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいです。まあ、ただもうシーズンは終わりましたんで、また来年チャンスを横山 GM が僕に与えてくれたということで、まあ先ほども言いましたけども、本当に楽しみなメンバーが揃ってくれたんで、まあ、来年は絶対やれると思います。川島さんも上で見てはると思うんで、はい、もう絶対に、勝ちに行きたいと思いますんで、また来年も応援よろしくお願いします。そうですね、まあ、個人的にも、まあ、今年あんまり自分で思うような走りっていうのはできなかったんで、それはまあ来年に向けての課題ですけど、やっぱりそのただそのまあ自分、まあ、沖縄はちょっともう監督チームカーからの目線だったんですけども、やっぱり最後その山下選手が13名の先頭集団に残って残り10キロに差し掛かるところ、まあ、その時にもサポートカーはもう先頭集団に残っているチームが少なかったので4番手ぐらいでずっと見えてたんですけども、その勝負がかかる瞬間というところをシエルボのジャージが走っているというのを、まあ、本来であれば同じ集団内から、まあ、見たいところですけど、まあ、チームカーの中からでも見れて、やっぱりそういう気持ちって自分でも、まあ、すごいいいもんだなというのを思ったんで、まあ、そこを来年はそこでそこから、まあ、もちろん勝つっていう風にしていきたいなっていうのを沖縄の時にすごい思ったので、僕もまあ来年こう横山さんがまたもう1年チャンスをもらったんで、それをちょっと掴んでいきたいなと思ってます。まあたまたま2011年ですか、鶴戸北海道の第2ステージで山下選手が勝つ瞬間を目の前で見ました。本当素晴らしい瞬間だったと思います。まあ、今度はジャージは違いますけども、シェルボのジャージでシェルボの選手がそういう瞬間をね、皆様に、はい、見せてくれることを、本当願ってます。まあ、今日ちょっと本当 MC トミーさんが 急な仕事でドタバタですみませんでした、はい、ご視聴の皆さん申し訳ございませんでした。次回は、もう年明けになりますけども、1月の7日ですね、水曜日、その際には、ちょっと合宿入るときか、そうですね、もしかしたら入るかもしれないですね、はい、まあ新規加入選手も、登場すると思いますので、ぜひ次回もご視聴の方お待ちしてますので、このグダグダに懲りずはい、次回はよろしくお願いします。お願いします。はい。